佐々木隆之、佐々木隆之、佐々木隆之、文政十三年十月十二日、千八百三十年十一月二十六日、明治四十三年、千九百十年三月二日は、日本の江戸時代末期、幕末から、明治時代の武士、土佐藩士、政治家。釈囲は公釈。幼名は万之助、通称は三四郎。署名は高吉、高高春と称し。 高雪、高乗と改名した後に、現在の故障に変えた。佐々木高雪とも書かれる。土佐三白の一人、他に、板垣大輔、後藤昭次郎。日記、保護広日の著者でもある。藩主と豪氏の身分が確立されている、土佐藩の中で上司の板垣大輔や谷立樹と、同じく、豪氏に対し寛大だった人物として有名。 明治政府公館の中でも保守派を代表する一人であり、明治天皇の信任を盾に政治体制をめぐり党博文らと争った。文政十三年、1830年、土佐国阿川郡瀬戸村、高知県高知市に土佐藩市、佐々木光順、百国の次男として生まれる。誕生前の5月19日に父が死去したことにより48国まで家禄が低減し、 姉、千代子の夫、谷淳三郎が、養子に入り、佐々木工芸と改名し家督継承、幼少期は貧窮に耐えて過ごしている。源氏元年、1864年に義兄が死亡したことにより家督継承、剣術を、浅田直海、神奈に学び、山賀流平学を、久保田清音の文下生である若山持ち道から、習得、国学を、鴨地正澄に学んだ。 かもちの同門であった、尊皇上位派、竹市随山、藩平太などとも交流。藩では、文部長役、作事奉行、軍奉行、不信奉行、大目付などを歴任。山内豊重、陽道の側近として、藩政をリードし、九州太宰府に赴き情報収集に奔走。慶応三年、1867年には上落して、後藤昭次郎、 坂本龍馬と、殺道名役の吟味及び大政奉還の憲白について協議ている。慶応四年、明治元年、1868年に、母親戦争が開始、それに伴い1月に、江戸幕府の長崎奉行、河津助国が、現地から脱走すると、海援隊を率いて、長崎奉行所を接収、長崎に赴任してきた長崎裁判所総督、沢信義と、参謀、 井上薫の推薦で、参謀条約に任命、空白地帯の長崎取締りを任された。長崎で隠れキリシタン裁判、浦上四番崩れと土佐藩が起こした、フラン軍水兵殺傷事件、堺事件に関わった後、富岡県知事、天草県知事を務め警法官に出資、明治2年、1869年に発生した、横井湘南暗殺事件の取り調べ屋東京テントの、 明治天皇を迎え入れ、母親戦争で敗れた、江本武明先般の処分を引き受けた。同年に、刑法官副知事となり、翌明治三年、1870年12月20日に、鶴田明、津田真道、水本成美、村岡義介らと協力して、刑法の新律綱領制定を足した。その功績により参議、翌明治四年、1871年に、司法大介に、 昇進、11月からは、岩倉施設団の一員、理事官として、平賀義室、岡内茂利を連れて、欧米各国の司法制度調査のため各国を巡る。旅行中は、アメリカ訪問前に乗っていた、蒸気船、号で、団員たちの野蛮な振る舞いに眉をしかめ、到着後は、大使、岩倉智美が、和装から洋装に着替えたことを軽率と考え、 外国通の福祉、伊藤博文の宇頂天な振る舞いを日記に書いて、憤慨している。一方、自分たち他の団員も社交界に出る、必要性から洋服に着替えたが、慣れない服に、戸惑い、不格好、窮屈と日記に、気表面上の文明開化を批判し、日本固有の制度、精神を保持しつつも、西洋文明の取得を重視、改革の速度を緩やかにして、混乱を、 最小限に止める、全身的な考えを持つようになっていった。アメリカの後は、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアを歴訪して、各裁判所を視察、明治6年、1873年に、施設団に先立って、インド洋経由で、帰国、3月11日に、横浜港へ到着、政府への報告に急進的な改革を今しめた、全身論を主張した。また、 このような考えから改革を推し進めた。ルス政府には、批判的で、明治6年政変で同郷の古藤じろ郎と、板垣大輔がゲイヤしても政府に止まり、明治7年、1874年7月から翌8年、1875年4月まで、サイン副議長に在任、議長は、伊地地正春、大阪会議でサインが廃止されたことにより、元老院議官を経験した。明治年、 1876年10月と、翌10年、1877年6月の2度に、渡り、土佐へ帰郷し、不平氏族と、板垣ら民権派の先導を防ぐため、政府の命令を受けて、中島信之と共に、氏族の説得に尽くし、同年10月に、西南戦争の終結と土佐の人生化を見届け、東京へ戻った。明治11年、1878年は、 地方議会整備に尽力したが、明治天皇の教育を担当する侍保、元田長曽と岩倉智美の協議で3月5日に一侍保に就任、天皇の側近として、精神的成長と政治意欲の向上を促し、天皇申請運動に大きく動いていくことになる。明治10年8月に設置された侍保グループは新たに佐々木を加え、 政府主犯の内務卿大久保敏道と天皇歩道を話し合い、大久保を宮内卿とする構想実現に近づけたが、明治十一年、1878年5月14日に、大久保が暗殺されたことで挫折した。政治危機を感じた佐々木は、元田や吉井ともみ、土方久本、米田虎浦田の侍補と共に2日後の5月16日に、天皇に申請実行を直訴。 天皇も賛成したことを受け、18日に大久保の後を継いで内務卿となった伊藤博文、岩倉智美ら政府に対して天皇の閣僚会議参加と侍補の傍聴、臨席を迫った。だが、政府は前者を認めたが、後者は宮中、府中が混同され分離の原則を乱す元になるとして拒否した。佐々木は政府に抗議したが聞き入れられず、 天皇の政治関与も抑えられ、天皇が希望した、佐々木の公武教就任はならず、29日に、侍保たちが反対していた、井上るが、伊藤の後釜で、公武教になったこと、侍保の一員で、宮内教を兼任していた、徳大寺佐根常が、政府に侍保を解任されたとなどで、侍保の運動は抑えられていった。一方、12月24日に、 佐々木が海軍省御用係に任命され、同じ侍補の山口政帝も海軍中佐にされたことは、参謀本部を創設して天皇との直結を図った陸軍に発した海軍が、天皇の信頼が厚い両者を通して天皇との直結を提案、海軍卿、河村住吉の主張とされる侍補を政治関与させて侍補との妥協を図った政府の意思であった。 雇用係を兼任した佐々木は、様々な人材を登用、山本本兵衛のドイツ留学と、伊地地正春、添島種臣の区内賞引入れを仲介している。しかし侍保たちは、運動を諦めず、翌明治12年、1879年3月に、政府に県議書を提出、前年8月から11月に、北陸、東海地方を巡行して、 積極的に地方の民情に接した天皇が、金権と称する、表層的な会主義の否定と、財政禁縮を岩倉らに表明したことを受け、天皇の意見をもとに県議書を作成し政府に提出した。内容は、申請と金権実現、政府の元老院干渉排除を盛り込んでいたが、この意見も政策に反映されず、政府から侍補の分断を目論んだ。 人事異動が発令、吉井が後部所有として後部城へ転出された。この異動は単なる分断ではなく、近建を重視する侍法現場へ送り込み、実際に主張をどう活かすか、実地教育と考えの補正を兼ねた政府側の目論みがあり、後部教の井上と海軍教の河村が、その監督を引き受けたとする。やがて吉井は、 多忙から侍補の役割を果たせなくなり、近県の理念を抑え政府へ老落されていった。そうこうするうちに、元田が侍補を辞めて、代わりに賛義が責任を果たすと軽率な発言をしたことを受け、10月13日に侍補は廃止された。元田は宮中に泊まったが、佐々木は明治13年、1880年初頭に政府から北日本出張を命じられ、 同年3月に東京へ戻り、元老院副議長に就任、宮中から遠ざけられた。廃止と引き換えに政府は天皇歩道を約束したが、明治12年9月に井上が参議に加わり、明治13年2月に田中藤丸が司法教に就任したことは、天皇が政府に押し切られた結果であり、歩道の約束は守られず天皇の政治関与抑制も続けられ、 新請運動は、侍補廃止により挫折した。しかし、明治十三年五月に、大倉京、大熊重信主導の大熊財政をめぐる紛糾で、佐々木らは再び清掃に加わった。大熊は、外債募集で、財政補填を図ったが政府が賛成、反対に分裂。佐々木は、元田、土方ら元侍補と組んで、反対陣営に組みし天皇に創上。 政府の反対意見も集積した上で、天皇は開催を中止した。この問題を契機として元侍法を再結集し、政府の人事と財政に口を挟むようになり、提言は実現はしなかったが、天皇の信任で、しばしば指紋に応じている、谷田敵と、内見忠勝の出所身体、西恩寺金持ちの破滅問題の相談。翌明治十四年、1881年。 大熊が提出した急進的な憲法制定、国会解説論が伊藤らの反発を買い、7月に開拓し勧誘物、払い下げ事件が起こり世論の激化で政府が動揺すると後期と考え、宮中や元老院を舞台に、谷、元元柄と共に天皇申請運動を主導して、払い下げ反対と大熊の追放及び元老院の権限強化と参議廃止を訴え、天皇を要して、 再度申請を掲げ伊藤ら政府要人の排除に、動いために、中政党と称された。9月に結成された、中政党の顔ぶれは、元侍保たちと谷谷鳥岡屋田、三浦五郎、蘇我助のら非主流派の君人、川田明代、中村幸喜ら元老院議官、三好大蔵、金子健太郎ら焦層官僚で構成されていた。だが、10月に、 政府主導の明治十四年の政変で、大熊が追放、払い下げ中止や政府が打ち出した、国会解説の見事の理への対応をめぐり、中政党は分裂、政府の方針は、参議院の継続と各省協の兼任となり、10月21日に、政変による人事異動で、佐々木は、参議、公部協に就任した。参議廃止をはじめとした、政治改革は取り上げられず、 天皇申請運動も消滅、佐々木は、公部省で新たな政策に取り組まなければならくなる。公部省は、明治3年の発足以来元長州藩士の拠点となっていて、公部教も長州系の政治家が交代していた中で、佐々木の登用は例外だった。これは、吉井と同じく金権志向の強制を図る政府の意向があり、佐々木の海軍省御用係も、 その前段階に当たっていた。後部所有だった吉井は、前年6月に大輔に昇進していたが、明治14年に日本鉄道社長への転出が内定しており、翌明治15年、1882年1月に、実行され7月の井上勝るまで空位、佐々木が就任した後は長州派の吉川健政が、後部所有となり、吉川が佐々木の補佐、抑制を担当する中で、 佐々木は、金券と西岡開発事業をどう折り合いをつけるか、試行錯誤していった。差し当たっては大熊が、明治13年の時点で計画していた、工場、鉱山などの官営事業払い下げを推進、明治15年12月と、明治16年1883年夏に、工部省の方針を定めた意見書を政府に提出した。内容は、 官営では規則に縛られ、商業に通じない官僚が担当するため利益が少ない事業を整理、統合して、不要なつぼねは各省へ移管、ん。公務省は、道路、公安など土木事業に絞ると書いた。金券を現実に適用した場合を探り、工業政策の意義は認めつつ、官営の非効率性と、承認癒着を批判し、大規模な土木事業を、 国の運営にすべきと結論付けた。提案は政府に採用されなかったが、佐々木は構わず公務省の改革に邁進、組織改編と工場、鉱山払い下げに熱心に取り組んだ。閣議は事業放棄に難色を示したが、佐々木の熱意に押され、財政難もあり認可、深川セメント製造所、品川ガラス製造所、中古坂鉱山、長崎造船所、 兄鉱山など多くの官営模範工場が民間に払い下げられた。また、一度認められなかった、工部省の改革案を、明治17年、1884年3月と10月に、再度提出したが、こちらは結論を得られず停滞した。一方、明治15年7月に、吉川が転出したことを契機に、工部省の実験を掌握、井上正が後部大輔に任命。 同年8月に初期局長、林正がロシアへ出張となり、留守役の安川茂成が実務を担当したことは有利にいた。佐々木は安川と調整して、改革案作成に取り組み、鉄道不設に全力を挙げていた井上を支援。明治15年2月に中仙道を通る区間、長浜駅大垣駅間、東京駅高崎駅間の建設を上申した井上の提案を採用したり、 明治十六年に鉄道工事の継続と中か線道路線敷設を井上と話し合う一方、施設鉄道の設立を極力阻止、井上の要請に基づいて日本鉄道の東北本線敷設を認可している。明治十八年1885年5月に閣議で公務省廃止が決まり、12月に伊藤が創始した内閣制度で業務内容は分散、電信は 郵便と一体化して、停心省が設立、鉄道は内閣直属となり、公部省は完全に解体され。これは、大蔵省と内務省の勢力争いに巻き込まれ、小規模のため敗北したからとされるが、公部省が土木事業専門組織に生まれ変わる狙いが、大蔵省、内務省の前に否定されたことが原因ともされ。いずれにせよ、佐々木は、 公部省廃止と内閣制度開始と共に閣外に去って、同年に宮中顧問官となり、政界の影響力を排除され、宮中に軸足を移していく。明治十七年、維新以来の功績によって、伯爵を授かり、明治二十一年、1888年から死去まで、数密顧問官を務め、この間に民軍、上宮、周軍の養育係主任を務めた。 明治二十三年1890年には、吉井や千家高富らと人議院再興運動を進めるが採用されず、西村茂木らと敬心、尊能、愛国思想の普及に尽くす。明治二十九年1896年、関係者の強い要望によって、当時経営状態が悪化していた、皇天高級所の第二大所長に就任し、再建に尽力した。 明治天皇の信任は変わらず話し相手として、宮中で過ごしたが、もはや政治関与の機会は与えられなかった。明治四十二年、1909年に公爵に少女、翌明治四十三年、1910年3月2日公居。去年79、着難の高みに先立たれていたため、爵位は、孫の雪忠が継承。雪忠も、祖父と、 同じく皇天高級所の所長を務めた。墓は東京都港区青山霊園にある。国久一米の長女貞子と結婚二男三女を設けた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。